それではこの夜間とアイドルのメイン企画に行ってみたいと思います。春野さん、キュートにタイトルコールお願いします。私の三大要素、キュートでございましたね。ありがとうございます。ご自身を構成する3つの要素を紹介していただくコーナーでございます。はい、では春野さん、3つの要素を教えてください。こちらです。ででん、1、勉強、2、九州、3、袖です。勉強ですが、これは勉強、はい、私、そうですね、勉強というか結構なんかいろんなことを知るのが大好きで、まあ、そのうちの一つが勉強かなって感じなんですけど、それこそファンの方とかと配信とかでおしゃべりするときに、勉強ってめちゃめちゃみんなで盛り上がる話題なんですよ。なのでなんか結構中学とかでやったなんか歴史の話とか理科の話とかをみんなで盛り上がるのが好きだし、まあ、ちょっと勉強って書くとあれなんですけど、本当いろんなことにちょっと好奇心が旺盛だなと思うので、いろんな方の話を聞くのが大好きでございます。なるほど、はい、勉強の話題は盛り上がるんですね、コメント欄とかで。盛り上がります。なんか大喜利みたいになんかなるんですけど、すごい勢いで皆さんからなんかリトマス紙とか出てきたりとか、あと何でしょう、キムワイプなんか私が泣いたりした時にキムワイプ渡さなきゃみたいな。でもキムワイプで顔を拭いたらちょっと結構ガシガシになっちゃうじゃないですか。だからそういうのに突っ込んでいくみたいな。そういうことか。なんか勉強あるあるみたいなのが多いのかな。他の方を話す時が多いですね。ほうほうほう、はい、あとなんかこの前やったのは線分とかいう用語を私が使っちゃったりとか。線分、はい、直線じゃなくて線分だよね、こういう時はっていう、あの、はい、わかります。点と点の間を結んでいるものは線分で、はい、直線はずっと伸び続けているという。あ、そうです、そうです、ことですね、はい、線分、隅っこって何指すのってやった時に、線分と線分の、あ、線分の端とか言ったら線分線分わら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 ってコメントが流れていきます。まあお勉強というところで、はい、なんか好きな教科とかこれが得意とかは、でも理系だったので、その理科とかが特に好きで、なので結構音、耳で気持ちいいなんか理系用語とかを話したりする時があるんですよ。はいはいはい、ぜひ聞きたいです。ヘスの法則とか、キルヒホッフとか。あ、キルヒホッフが分かりますか。はいはいはい、あとはルシャトリエとかアデノシン三輪酸とかのなんか、はいはいはい、そういう響きが面白いのも結構話したりもします。ボイルシャルルは入るんですか。ボイルシャルルいいですよね。 ありがとうございます。はい、分かります。結構ファンの方でもボイルシャルルは口が気持ちいいと評判です。理系なんですね。理系なんです。理系っぽくないとよく言われます。図書館で本読んでそうって言われるんですけど、はいはいはい、本も好きなんですけど意外とそんなことないです。数学は、数学ちょっと苦手。あ、苦手なんですか。そう、得意不得意で言うと理系なんですけど国語が一番得意です。そこで点を稼ぐタイプですね。あ、そうです。めちゃめちゃ読解とか大得意でした。そう、これがアデノシン三輪酸だよ。正解、夜間とアイドル。さあ、一つ目の要素、勉強を聞いていきましたがですね、はい、春野さん、ちょっと一個夜間くんからリクエストがありまして、はい、先ほど言っていた耳の聞こえがいい単語というところの、はい、ちょっとコソコソコソっと喋る感じで、アデノシン三輪酸でちょっと締めてもらってもよろしいですか。ASMR みたいな感じで。そんな感じで。わかりました。ぜひよろしくお願いします。はい、行きます。ではどうぞ。アデノシン、どんな終わりだという形でね。はい、失礼いたします。スターニモカに乗ってるキャラクターでございます。スターニモカ、この番組は
宗次郎隊員さん、星さん、わけちゃん、よしひこさん、しばくんの提供でお送りしました。ありがとうございました。